こんにちは、えのき商店です。今日は、アードナムルカンスピリット2019をご紹介いたします。えっ、ー、と、こちらはですね、スコットランドで世界中のモルト愛好家から絶大な支持を得ている、アデルフィン社というインディペンデントボトラーがあるんですけれども、インディペンデントボトラーというのは、ね、独立瓶詰め業者ということになります。で、その、 アデルフィー社がですね2014年に新しく蒸留所を作ったんですアードナムルッカン蒸留所ですね場所がですねイギリスなんですけれどもイギリスがこうあってで上がスコットランドこのスコットランドの、えっと、西川が海になってまして島がありますで一番下に、えー、アイラ島がありましてでもうちょっと上行くとスカイ島タリスカーとか作ってる 上流場で,すね、で、すねこのアイラ島とスカイ島の間にマル島っていう島があるんですね。そこで蒸留所を設立いたしまして、そこで作られております。で、ここのね、今作ってるのがシングルモルト、シングルカスクのものを作ってるんですけれども、正統派の作り方をしておりまして、ピーティッドとアンピーティッドのモルトをバーボンダルとシリーダルで熟成させたものを作ってるんですね。で、えっ、ー、と、今回のこのアードナムルカン、 噛みそうになるんですよね。アードナムルッカンスピリット2019は2、3年熟成したピーティット及びノンピートのウイスキーをオロロソとペドロヒメネスダルでほぼ半分ずつ熟成したものをブレンドバッティングしたものとなっております。で、えっ、ー、とね、世界中のリリースで5100本限定となっておりますで。テイスティングノートをご紹介いたしましょう。 こちらがですね、えーと、香りは理念熟成とは思えないシェリーダルのリッチな方向に、ヨード、ピート、塩、 ボディのアタックは強烈にホット。で、スモークペッパーにカカオビター。フィニッシュはビターでスパイスが長く続きますということですね。他にもね、ちょっと別のところでテスティングノート見つけまして、こっちの方がわかりやすいので、もう一つ紹介しますね。クリームキャラメルとオレンジのキャンディー、蜂蜜とマンゴー、岩塩にリコリス、カエデの葉漬けのスモークベーコンとピートを炊いて消えたキルンということになっております。 こ,うね、これもう何回目かの3段目だったかなのリリースになるんですけれども評価が高くってですねであのこのアードナムルッカン蒸留所のねポテンシャルの高さを感じられるのがこの2019年のボトルということでまたね新しいものに興味のある方はこちらの方お楽しみいただければなと思います。 こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴どうもありがとうございました。